はい、どうも。ミステリ小説ご紹介チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。結構長い読書歴&ミステリ好きの私がネタバレなしで毎回テーマに沿ったミステリ小説をご紹介します。今回は長い期間が舞台のミステリ小説3選です。本格ミステリなどでよくある絶海の孤島や閉ざされた山間の別荘が舞台の場合でもせいぜい1週間くらいの期間だったりします。あるいは夏休みなどの何らかのイベントの開催期間中での事件案の解決だったりと、長くとも数ヶ月程度です。これ以上の長い期間が舞台のミステリ小説って実はそれほど多くないんですよね。もちろん現在以前の時代や未来について言及している作品は多々ありますし、そもそも舞台が未来っていうミステリ小説はあります。近未来が舞台のミステリ小説は私の別の動画近未来×ミステリ小説参戦でご紹介しましたが、その近未来ミステリ小説でもその近未来での時間経過は長くて数ヶ月でした。現時代設定のミステリ小説ではあくまで未来や過去について言及している程度で、物語の舞台になっているというより思いを馳せているくらいです。結構長い期間において物語の進行には欠かせない舞台となっている作品というのは案外少ないんです。長編作品以外も同様で、連作短編でしたらやはり舞台の期間というのは短いものが多いです。私の別の動画タイムリープミステリ小説参戦でご紹介したような時間を繰り返したりする物語でもせいぜい1日間程度です。長い期間十数年程度が舞台という作品は、私の別の動画年賀本なミステリ小説参戦でご紹介した東野圭吾さんの白夜行くらいでしょうか。白夜行も今回のテーマに入ると思いますが、すでにご紹介しているのでご興味のある方は年賀本なミステリ小説参戦をご覧くださいませ。またエピローグやプロローグが事件から数年後あるいは数年前というのはありますが、舞台となる事件の部分の期間は案外短かったりします。今回ご紹介するミステリ小説は数十年ほどという非常に長い期間を舞台にしている作品です。皆様ぜひご覧になっていってください。それでは早速始めていきましょう。スタート。最初にご紹介するのはこちら、碧岩の少女マヤ豊文春文庫です。この作品は第64回日本推理作家協会賞と第11回本格ミステリ大賞とをダブル受賞したマヤ豊先生の代表作です。マヤ豊先生は京都大学の推理小説研究会に所属しておられ、そこで知り合った綾辻由紀と先生、則月凛太郎先生、島田宗司先生の推薦を受け、1991年翼ある闇、メルカトル鮎、最後の事件でデビューされました。またさよなら神様で第15回本格ミステリ大賞を受賞されています。ご紹介する碧岩の少女はやはり高い評価を受けておりまして、週刊文春ミステリーベスト102010年第4位、このミステリーがすごい2011年第4位、本格ミステリーベスト102011年第1位、ミステリーが読みたい2011年第7位と各種ランキングに高順位でランクインしております。マヤ豊先生の作品はどれもロジカルな謎解きと事件トリックの構築性を厳格なものとした本格ミステリーでありまして、独特の景色を持った作風が多いです。ちゃんと探偵が登場し推理し結論を出すという至って普通の本格ミステリーの流れなのに、なぜか他の本格ミステリーではあまり味わえない悲しいような切ないような何とも言えない独特の景色が通底している、そんな不思議な作品です。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。山深き寒村で大学生の種田静馬は少女の首切り事件に巻き込まれる。犯人と疑われた静馬を見事な推理で救ったのは碧岩の少女探偵三笹木御影。静馬は御影と共に連続殺人事件を解決するが、18年後に再び惨劇が。日本推理作家協会賞と
本格ミステリ大賞をダブル受賞した超絶ミステリの決定版。解説、辰巳雅明。私の読んでみた感想ですが、どこか薄暗いような感触が通底していて、結構ホラーな景色を感じながら読み進めておりました。そして作品の舞台が結構長い期間であったことが、他の本格ミステリーにはない特徴であるとも思いました。登場人物や場所の背景など、物語の前提となる部分が長い期間というのは割とありがちだと思うんですけど、この作品の本編の時間軸を見てみるとかなりな長期間なんです。読者からすれば長期間を対象に物語が語られるので、今どの時代のどこを舞台にしているのかを見失わないようにしなくてはいけません。約18年間という期間を舞台としているので、その時間経過の分物語は分厚くなっていきます。第1部と第2部で構成され、第1部での状況が第2部にも多大な影響を及ぼしているので、物語の舞台の期間は長いと判断しました。類似生徒に面性など多面的な状況を作り上げる一方で、通底する景色も提示しているという、そのコントラストと統一感が素敵で、これは絶品という評価もなるほど頷けるものでした。そして長い期間の物語の結末は大どんでん返しで、思わずうなります。この物語、言ってしまえば好奇クイーン問題を逆手に取ったような感じでもあります。ちなみに好奇クイーン問題とは何かというと、まず第一の問題は、作中で探偵が最終的に提示した解決が本当に真の解決かどうか作中では証明できないことであり、第二の問題は、作中で探偵が神であるかのように振る舞い登場人物の運命を決定することについての是非です。第二の問題を詳しく言えば、探偵が捜査に参加することあるいは犯人を指摘することにより、本来起きるべきではなかった犯罪が起き、犠牲者が増えてしまうことへの責任をどう考えるのかという問題です。これらの問題は全てのミステリ小説が直面している課題なのですが、この作品ではそれを逆手に取ったというところも斬新ですね。ここで誤解を恐れず、独断と偏見で起承転結を使ってこの物語の構成を考えてみました。主人公が山間の温泉宿に宿泊し、近くの名所に赴く、キーがまず来ます。そして事件が起きて主人公が犯人と疑われるも、名探偵の登場で疑いが晴れる、ショーへと続きます。しかし事件自体はそれで終わらず、連続して惨劇が発生する、テンが来ます。そこで名探偵の鋭い推理と考察で見事事件を解決する、ケツを迎えます。それから18年も、またしても温泉宿を訪れた主人公が名探偵と再会する、キーが来ます。続いて再び18年前の事件を彷彿とさせる惨劇が起きる、ショーへと続き、18年前の結論をも覆す新たな点が全体を包みます。そして全ての真相がつまびらかになった、ケツにて物語は終わります。そしてそれは続編を期待させる終わり方となっています。未読の方、ぜひ読んでみてください。続きましてはこちら、時空旅行者の砂時計、北条紀恵、東京草原社です。北条紀恵さんは今回ご紹介するこの作品で第29回鮎川哲也賞を受賞しデビューされました。また遠い星からやってきた探偵は第28回鮎川哲也賞の最終候補作となっておりました。この作品はもう本格中の本格ミステリーです。なんたって本書の冒頭にはまず舞台となる別荘の平面図、部屋割り図がなんと2ページにわたって掲載されていますし、ついで周辺図、さらには関係者の家系図、人物紹介まで載っています。加えて中盤後半には読者への挑戦状が鎮座しており、しかもちゃんと案内役は嘘はつかない、フェアであると宣言しているのですから、もうコテコテの本格ミステリーです。私は本格ミステリーが大好物なので、もうすぐ文庫化するんですけど、待ちきれずに中古で単行本で買ってしまいました。
貧乏なのに。なので単行本ハードカバーでのご紹介です。この作品タイトルからも分かる通りタイムリープものです。私の別の動画タイムリープミステリ小説参戦でこの作品をご紹介しなかったのは今回のテーマでご紹介したかったからなんです。前述した通り物語の舞台が十数年から数十年もあるという作品はなかなか少ないのですが、それはおそらくミステリの基本であるフーダニット、ハウダニット、ホワイダニットが混迷してしまって収束しきれなくなるからなんじゃないかなと思っています。そもそもこの作者さん結構吹っ飛びな設定なのにきちんとロジカルな本格ミステリーをお書きになる方で、本作もそうなんですよね。私は大ファンなんです。単行本の表紙の一部の紹介文にはこう記載されています。瀕死の妻のために謎の声に従い2018年から1960年にタイムトラベルした主人公カモ。妻の祖先龍禅家の人々が殺害され後に起こった土砂崩れで一族のほとんどが亡くなった信濃の惨劇の真相の解明が彼女の命を救うことにつながるという。タイムリミットは土砂崩れが全てを飲み込むまでの4日間。閉ざされた館の中で起こる不可能犯罪の真犯人を暴き、カモは2018年に戻ることができるのか。令和のアルフレッド・ベスターによる SF 設定を本格ミステリーに盛り込んだ第29回鮎川哲也賞受賞作。また単行本の帯には選考委員の寸評が書かれています。加納智子氏、何が飛び出すかわからないびっくり箱的な魅力がこの方にはある。北村薫氏、こういう頭の働きはまさに本格の魅力につながる。辻正樹氏、ロジカルな謎の解明と利害の利のドラマ設定を両立させた SF ミステリー。私の読んでみた感想ですが、まず作品の密度の濃さに感嘆しました。私は基本ながら読みなのですが、文章の全てがヒントのような感じがしたので結構集中し一文一文に注意を払いながら読みました。なんか文章に無駄がない感じなんですよ。全てが伏線で全てがヒントになっているような印象です。特殊な SF 設定であるのにきちんと土台が整備されていて、その強固な土台の上でロジカルに物語を進め、最後には伏線も全部拾って、結果高い整合性を持って物語を締めくくるという結構な離れ技をやってのけている作品です。そしてラストシーンはかなりな感動が待ち受けていました。本格ミステリーとしての凄さへの感動と物語の結末に対する感動と、その両方を味わえます。ここで誤解を恐れず独断と偏見で起承転結を使ってこの物語の構成を考えてみました。主人公が時空旅行をすることとなった「キ」があり、これに続いて実際に時空旅行が実施される「ショー」へと続きます。そしてたどり着いた1960年である一族に対する呪いの発端となった場所時間に到着し、事件を未然に防ごうと試行錯誤する「ショー」が続きます。1960年で一人の協力者を得ながらも事件は進み、4分の3ほど物語が進んだところで読者への挑戦状がきます。そして「鉄」へと進んでいきますが、ここでどんねん返しの「天」が来て、全てがひっくり返った衝撃の「鉄」がきます。その後主人公が現代に戻ってみたら以前と異なる事象となっていて、これこそ過去を変えたことによる影響と思われる現代での「鉄」が来て、幸福の中で物語は終わります。未読の方ぜひ読んでみてください。最後にご紹介するのはこちら、西田荘の殺人今村彩中高文庫です。作者の今村彩さんは1989年万字の殺人が東京草原社の全13巻の推理小説シリーズ鮎川哲也と13の謎のうちの一冊を公募する企画、鮎川哲也と13の謎13番目の椅子後の鮎川哲也賞で最優秀作品に選ばれてデビューされました。今村彩さんは1990年代に多くの作品を発表しておられ、結構
テレビドラマ化や映画化もされています。残念ながら2013年にご逝去されています。この作者さん、邪神シリーズなどのホラー作品もお書きになっていますが、ご紹介する江西賀荘の殺人もかなりホラー要素満載でとても興味深く読めました。もちろん本格ミステリー要素も満載で、本編の前には建物の平面図、一族の家系図、人物紹介が掲載されていますし、呪われた血筋や過去の忌まわしい事件、密室、見立て殺人、そして序章が終章というネバーエンディングなストーリーは本格ミステリー感満載です。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。完全に封印され密室状況となった館で起こった一家6人殺しの真犯人は一体誰だったのか。事件から1年後、真相を探るべく館にやってきた兄弟たちは推理合戦を繰り広げる。そしてまた悲劇の幕が開いた。恐怖と幻想に満ちた本格ミステリー、巻末に前著作リストを付す。解説、日下三蔵。また文庫本の帯にはこう記載されています。序章が終章。本を開いた瞬間からあなたはこの謎解きの魅力から逃れられない。私の読んでみた感想ですが、魅力的なミステリー要素が全て詰まっていて、割と会話が多い文体が結構読みやすかったです。釘付けにされた窓、血塗られた歴史、順番に殺された6人の男女、グリム童話の見立て殺人、嵐、停電、切られた電話線、もうどっぷり本格ミステリーです、これ。そして4世代にまたがるほどの長い歴史ともいえる期間の事件をこの一冊にまとめて、しかも魅力ある仕掛けでホラー感も豊かに本格ミステリーに仕上げているのは本当にすごいって感動しました。今回のテーマ、長い期間を舞台にしたミステリー小説にふさわしい作品です。いわゆる館物が好きな人は絶対に楽しめますし、読後序章が終章の意味がわかると、なるほど、確かに序章という名の終章だって感じて思わず膝を叩きます。そしてとても美しく終わる結末が非常に印象的でした。ここで誤解を恐れず、独断と偏見で起承転結を使ってこの物語の構成を考えてみました。序章が終章というだけあって、まず最初に来るのは結です。ついで過去の密室大量殺人事件であるキーが来て、その後昨年の事件のキーが来ます。昨年起きた事件の解明のため兄弟たちが無人となった館に集う超が来ます。しかし古の事件を彷彿とさせる事件が発生する天が来ます。そして事件が続き天が連続して発生します。そして事件を解き明かして真相が確認される鉄が来ます。この鉄はここまでの点の解決だけでなく、過去の2つのキーの真相を見出す鉄でもあります。そしてこの鉄は最初の鉄に帰結します。未読の方、ぜひ読んでみてください。以上、長い期間が舞台となっているミステリー小説を3作品ご紹介しました。いずれも十数年以上の期間を舞台にしているミステリー小説で、しかも本格ミステリー色が強い作品ばかりです。3作品のうち2作品はミステリーの賞を受賞していて高い評価を受けていますし、うち1作品はミステリーの王道の真ん中という作品ですので、みな私のおすすめです。これら作品未読の方はぜひ読んでみてください。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。これからもどんどんいろんなミステリー小説をご紹介していきますので、高評価、チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。